はい、皆さんこんにちは、八幡保育園の飛山でございます。本日はですね、保育園の近くの地域の皆さん向けに、ちょっと資源回収の、協力のお願いでちょっとねメッセージを送りたいなと思います。毎月ですね、保育園では、大体あの月末最終、金曜日にですね、資源回収ということで、新聞や雑誌、あのアルミ缶などの資源回収をさせていただいております。毎月ですね、皆さんのご協力いただきましてどうもありがとうございます。ただしですね、ちょっとやっぱ最近新聞読む世帯が減ってきた影響もあるのか、ちょっとね回収量が減少傾向にございます。もしこの資源回収に関しましてはこうやって集めることによって、市からねもうあの補助金が支給されます。でね、その補助金はですね、一応地域の子どもたち、要は保育園の園児向けに 100% 還元をしております。皆さんの協力が子どもたちの笑顔につながっている部分もございます。もしね、よろしければ引き続きご協力をいただきたいなと思いますし、またね資源回収も園以外にもいろいろと地域でね、あるのはもう存じ上げておりますけれども、なるべくですね、保育園の、資源回収日に、お出しいただけたら、我々も、ありがたい部分もございますね。地域の皆さん向けにもちょっとね、保育園のお役立ち情報なんかもね、発信していきたいなと思います。もしよろしければ、チャンネル登録などをしていただけたらありがたいです。またですね、もうご存知の方も多いとは思いますけれども、園ではですね月に数回程度園を開放しております。保育園を、の入園を考えられている方とか、お母さん同士にネットワークを、作りたい方、などご自由に参加できるものでございますので、もしよろしければ、ご参加いただけたらありがたいです。はい、ということで、今回も八幡保育園飛山がお送りしました。ありがとうございます。